暗いね。雨の日は暗いです。まあ梅雨ですからね。暗く見える。前髪綺麗にする。いやでももう雨やけん、もうそういう前髪を大事にしないといけないような予定は入れないので、問題ない。こういうスプレーもかけてない。でも思ったより梅雨に遭遇してない。雨今日ぐらい。晴れ女説。薄化粧というか、ノー化粧です。雨の日はもう外に出る気にもなれない。こもってたくはならんけど、出て行きたいけど出て行けない。バーバブさん、トシヤさん、ソウちゃん、シマンチさん、マイキさん、うちわ恋してカープさん、ライリンさん、サキのペットさん、ゆうちゃん、ハート、ありがとうございます。
か毎日メイクするのも気持ち的にはいいけど肌的にはやっぱ良くなさそうなんですよね。休む期間も大事。気を感じている割に髪はサラサラ。もともとが直毛やけん直毛に戻るだけなんや。前髪も巻かんければいい状態をキープできるっていうことにはなるんですけど、ですけど、髪伸びたなって自分で思った。まあ美容室はね、普段そんなストレートにすることはあんまないけんさ、本当の自分の長さをみんなに見られることあんまないよね。ストレートをやらないもので、よく考えたらみんながストレートを見てるのは配信か、まあ何かしらのオフショットぐらいのはず。ライブとかでは全然やってないので、ヒルシさん、ハート、アサーチさん、ダイグさん、奥行きさん、モンブランさん、ありがとうございます。そう、ウィンクしてて、するわけないですよ、急に。そう、ストレートあんまそんな普段するの好きじゃなくてやらんけん激レアかもしれない。反対に戻せるぐらい。これで大体の長さ把握できることもないと思うけど。2ヶ月ぐらい言うて行ってないの2ヶ月とかやけん、まあそんな1ヶ月1センチだとして1、2、そんな伸びてないと思うけどね。
まあ気が向けば気が向けばストレート、しようかな。気が向くことないんだけどね。いや、ストレートにしてくださいみたいな日しかやらない。けど最近はもうストレートじゃないとダメみたいな仕事もあんまないけん、髪の毛暴れんって。いや、暴れんのよね、意外と。湿気、湿気がやばいけど大丈夫そう。これ買ったんや。あ、前あのマネージャーさんがあのむくみが取れるお茶みたいなの買ってきてくれたって言ってさ、あの一個だけあのパックの一つ分受けもらったんやけど、あのそれで箱で新大久保で見つけて買った。箱買いした。箱買いっていうか、もうこれが本来のあれなんやけど、かぼちゃ好きちゃん。でもなんかめっちゃ気が進んでこれを飲みたいって思うかって言われたらあんま思わん。緑茶、前緑茶が一番好きなので緑茶緑茶って感じではあるんですけど、気が進んで飲むかと言われるとあれですが、買っちゃいました。まあ、多分きっと韓国で買うよりは高いんだとは思うけど、ドンさん、リュウさん、コーラさん、ハート、シンゴくん、ありがとうございます。暗いね、雨の日は。韓国の美容グッズ、韓国の美容グッズって何？韓国の美容グッズ、パックとかコスメじゃなくて美容グッズ。そう言うてそんな変わんけんな。メディヒールのパックがいいって思った。なんか
やっぱ1枚200円とかするやつって高いけど、その何枚も入っとる、何枚も入って1000円以下のパックより、そういう1枚1枚の値段がちょっとお高めのやつの方が効果を感じられた。今日も載せるインスタやらないとね。金曜日、もう最近ね、毎日歩きすぎて、歩いたことの歩きの筋肉痛、あ、これは筋肉痛フェスの方かな、歩いた筋肉痛が、歩いて筋肉痛になることってもうなかなかないのに感じている。ここ5日間ぐらい毎日1万歩以上歩いとる。健康的すぎてやばい。だって1万100歩、12500歩、16000歩、15700歩、17000歩、17000歩、めっちゃ歩いとる。テーマパーク行った時並みに歩いとる。そう、でもその前の普通にこれ何しとった時かな、先週って何しとったやろ、あ、普通にレッスンとか講演とかがあった日は広島でね、5000歩歩いてないぐらい、いけん、めっちゃ歩いとる。健康的なんですよ。でしかも帰ってきたらもうすぐお風呂入って寝ようってなるけん、めっちゃ健康的。広島におる時はなんか寝すぎて、まあ、夜寝るのも遅くなって、でなんか起きるのも気づいたらなんかめっちゃ寝て、今頃起きる時とかさ、休みの日ね、まあ前日が公演とかの時はまあ仕方ないけど、やばいもう昼なんです終わっちゃうよみたいな時間に起きてしまう時とかもあるけん、たまに。それで考えると、健康的生活、
テレビっ子ではないけど見る番組は見るけど、普通にリアルタイムで見るのはヒルナンデスぐらいかも。本当に夜の番組とかだいたいさ、そんな配信時間にかぶっとったりとか何かしらの仕事にかぶっとったりするけん見ることない。後から TVer とかで見ることはまあありますけど。お茶を飲みます。暗いねやっぱ今日。雨の日ってめっちゃ暗いよね。晴れの日まで大違い。今日はパフェの日だけど食べに行かないのって。うん、今日は行く予定ないかな。パフェ、そのパフェのやつを今日は TikTok 載せようと思って。これからは日は短くなっていく。そうな最近でも本当に夜でも本当に明るくてびっくりする。それはもう本当に思いますね。暗くないなんか画面暗くない。そしてほら、だんだん湿気に負けて前髪が直毛に戻ってまいりました。ハニー&サンズどんなお店なんだ。それから配信してないっけ。私、まあ、ツイートしたんですけど、まあ、ストーリーにも載せたんですけど、ハニー&サンズっていう、今おもちサンドに1個店舗があって、そこは2階がカフェ、イートイン、普通にできるアフタヌーンティーとかもあるカフェがあって、でそれがなんかもう1店舗おもちサンドのにできたんですよ。あそこの近く、あのね、サラが前に行っとったピエール・エルメカフェの近くのおもちサンド、東京のナッツライブの場所の近くなんやけどに
ってきてオープンした、そのサラが行ったのはその2階にカフェがある方じゃなくて、新しくできた26日にオープンした表参道店でも、そこは多分サラが招待してもらったのはレセプションパーティーやけん、なんかカヌレが置いてあったりスムージーどうぞってしてくれたりとかあったんやけど、じゃなくて多分普通にあのティー、あの缶に入ったティーが売っとるんよ普段はね、多分やけん多分テイクアウトでスムージーとかあるんかな、やけん行きやすいと思うよ一人で、そんな店内に入って座って食べるみたいな感じじゃないけん、行きやすいと思うんですけど、そう、それになんか行かせてもらって、まあ、今後も何かとよろしくお願いしますっていうのを含めて行ってきたって感じ。今後のそう、なんか普通にパーティーだけ招待してもらってパーティーだけ行きましたって感じではなくて、何かしら今後もお願いしますっていうので行ってきた感じです。そういうの初めてだったので、でしかもそのもう一店舗の方が今まだある方が、あのなんだっけ、2階にアフタヌーンティーとかがあるけん、でそこで結構イベントをやっとる人いる、おるらしくて、えけん言っておきました、やりたいですそう言った。ファンクラブイベント、でもファンクラブイベントは普通にもうさ、ずっと言っとるんよ。まあそれが関東になるか広島になるか置いといて、今後も縁があるといいねって、そうなんですよ。叶うといいねってね、意見、まあ、それ、まあ、ファンクラブイベントはまあ別として、普通にそういう何か、てか言ってないと思わないでって感じ今回に限らず散々言ってるからって感じ、散々言ってないんですよ。話が進まないだけであって、進まないっていうか、まあそれこちらのスケジュール問題もあるので、私のスケジュール問題とかもあるのであれなんですけど、そう言ってはいるんですよ結構。でも一旦前回の普通のファンクラブイベント第1弾が東京だったので、一旦普通に広島でもやってほしいなって、ファンクラブイベントね、思ってはいるんですけど、まあファンクラブに関しては7月1日以降かなを、まあ楽しみにしといてもらえればなと。思って。います。何がとは言いませんが、1日以降楽しみにしておいてください。握手会してって、今のこの話の流れから意味の分かんないことを言ってんじゃないよ今はファンクラブイベントの話、ファンクラブの話はしとる、握手会は関係ない、握手会はリリーベに来い。コーラさんハートありがとうございます。そうなんよ、言うてあと2日3日で7月1日になる。やばい、上半期が終わってしまう。2024年上半期が終わっちゃいます。矢島さんありがとうございます。
矢野さんとなんかカフェで撮ったやつ。なんかさ暗すぎてさ誰か分からん。ともゆきさんありがとうございます。仕事戻りますって。そうですよね、そうだよ、みんな。サラは今日なんか土曜日みたいなテンションですけど、金曜ですね。写真の整理をしないとね。今日は人間ドックで休みです。人間ドックしたら休みになる仕事って。雨で仕事暇って。雨で仕事暇。みんなももう昼休みが終わるんじゃない？遅い人でももう昼休みが終わる時間なんじゃない？テレワークの音、テレワークの音、お供に。なるほど、ラジオみたいな感じで喋ってはないんでね、私は配信中。ラジオぐらい一人でずーっと喋っとったら、いやこれぐらいの方集中できるかもしれない、逆に。
メイクもしてないから余計にね。バーバブさん、コーラさん、ハートありがとうございます。うん、アキオックさん、ありがとうございます。ほら、だんだん前髪が良くなってきました。なくなってはない、巻きがなくなってきました。ギラリンハットさん、ありがとうございます。笑ってって、じゃあ面白いこと言ってください。本当はね、この期間、この数日間、なんか長期期間のお仕事がある予定だったんですよ。それが、そう、なしになったから、急遽こんなゆったりできる時間ができたみたいな感じなんですよ。まあそんなことないんでね、普段。まあそんなことができる機会があったら、私はもう何もせずに家にいるんじゃなくて、充実だけさせないと。もったいない。今日は雨なんで、雨の日って気圧で眠くなる。
もう出かけない、予定が合う、もう会いたい子には会えました。単なる寝不足かも。いや寝不足、まあまあまあ、でも毎日のように出かけたし、なんならそうお仕事、東京でお仕事がある、でもそれが昼夕方からだってなったら、その夕方まで予定入れて出かけたりした時はあれやけど、でも今日全然寝不足じゃない。毎日8時間以上は寝とるしっかり。全然寝不足じゃないですよ。なんなら6時頃にお目覚めたしね、まあ、そっからさすがに寝たけど。たーさん、ピラシさん、いとちゃん、くまーん、ありがとうございます。もっと寝たら逆になんか疲れるなと思って、寝すぎも良くない、寝不足はもちろん良くないけど寝すぎも良くないんで、ね、適度な睡眠、適度な食事、適度な運動全部適度が大事なんでね。そう、食事の適度はもうさも全然できてないけど、まあまあまあ遊びに行く日はいいんですよ。東京に長くいてワンコロスにならないのって、ワンコロスにはなるでしょ。てか普通に考えて、うち東京におらんくても広島におったところで犬に会えるわけじゃないから。広島にいても会えないから。普段が福岡に、普段が実家住みだったらそう思うかもしれないけど、そうじゃないから。東京にいるのに会えないなんて、全然意味わかんない。全然意味わかんない。最近お酒は適度に抑えてるって。本当ですか？
ゼロにしたらいいんじゃないですか。抑えてるんじゃなくて、もういっそのことゼロにしましょう。ストーリー載せようかな。てかそうやん、なんかカフェを分けてほしいみたいな、あのインスタのストーリーのハイライトにカフェってまとめて入れとるやつをなんか地域別に分けてほしいみたいなコメントで言われて、前この前。地域別は普通に考えて無理なんよ。っていうか普通にアーカイブって今まで載せた別にカフェだけじゃなくてもう全部のアーカイブから辿っていかないといけないわけですよ。その今までの自分が載せてきたストーリーを全部見返してそこからカフェのやつを選ぶ、しかもこれは広島これはってやらんといけんけんさ、そう前やろうとしたけどいい感じにならんなと思ってやめたんやけど、まあって思って入れたんですよ。やってみたけど広島だけね、とりあえず広島だけ やってみたけど、てか分ける必要ある？広島とそれ以外だけでも、広島とそれ以外やだよ広島やだよ絶対にやだ。そんな、まあ、拠点がさら3つみたいになってるけどさ、広島カフェの拠点は3つなんよ。東京、広島、福岡。まあ東京、広島、福岡でも福岡もそんな載せとるかなって感じだよね。広島はめっちゃあったけど一旦ね。でもこうしたらなカフェ、うん、嫌なんよね。なんか自分の中で嫌でって思うけど、広島だけでいいよって嫌だ、自分が嫌だだったら東京だけを作りたいもんそう、なんかねって思って、どうしようかなって感じ。でもこう見たら本当に広島はもう行き尽くしたというか、もう行き過ぎている。なんなら2回目。てか最近行ったカフェは全然載せてないけん、そもそもね、ストーリーに TikTok には出てきたとかはあるかもしれないけど全然載せてないけん、もうカフェだけのアカウントが欲しい、自分のカフェアカウントがもはや欲しい。最近のやつはなんかもうめっちゃ行きたくて行った、めっちゃ自分好みの系統ってよりかは、まあ行ったことないとこに行ってみようかなぐらいの感じで行っとる場所やけん、なんていうんやろうな、そんなになんかインスタ、自分のインスタの系統とはちょっと異なると言いますか。そこまでサービンさせないでオタクも努力受ける。まあね、辿ってくれればいいだけだからね、みんなが。どうしようかなって感じ。一旦やってみてけど、多分納得いかない気がするから消す気がする。
広島ってさ、HI、ん？何や、違うわ。なんだっけ？ HIJ、HIJ だっけ？ J って何？ HIJ？ 福岡って FUK じゃん。広島って HIJ？ そういうカフェがあるよね、広島の。HIJ？ なんか違く感じる。HIJ。広島って HIJ やっけ？福岡は FUK。東京。なんかそういうのあるよね。なんで J なんやろ？まあいいや。ちょっと全然載せてない。あ、空港のやつやったら HIJ ってことか。広島、福岡は FUK。 福って感じ。普通のこのカフェってストーリーを消したくないよね。でも点々すぎてやばい。点々すぎてやばい。とかまだ全然載せてないのいっぱいあるし。やばいやばい。自分でもどれを載せてどれを載せてないか、あのストーリーにね、わからんくなる。いやだ、残したくない。なんかそのハイライトいっぱい作りたくないんよね、数を。もはやカフェだけでもいい気がするけど。まあでもご飯もね、ピリリもね、ちょっと料理もできるんだぞアピールしとかないと。ファンクラブのやつも残しときたいし、あれ？それあれ載せてないね、この前のやつ。載せたか、うん、もう何が載せたかから。女子力高そうに見えるって。高そうに見える、高そうに見える、高そうに見えると言いましたか、うん、まあ、関係あるか分からんけど一応ね残しておこうと思って。そんなハイライトはいっぱい作りたくはないので、一旦作ったけど消すかもしれないよって感じ。
ジメジメしてきた。ゆうくん、ありがとうございます。キョンシーさん、ありがとうございます。ディズニー投稿の写真のね、整理もしないと。まあディズニーの写真はインスタかツイッターぐらいしか、メールとかには使われないので、まあ整理しないとですね。自撮りとかさ、それあんまりツイートとかインスタに使わんけん、メールに使いたいのに使えないから、ちえって感じ。いや、写真ありすぎてやばいですね。もうこれ当分1ヶ月ぐらい、もうカフェにもお出かけもできんかったとしても1ヶ月は投稿できるってぐらい、投稿できるってぐらいの写真の量がある。まあ広島じゃもうここ行きたいみたいな新しいスポットがあんまないけん、ちょうどいい。もう1ヶ月ぐらい広島から出れんくても、カフェだけじゃなく、まあいろいろと投稿できる。だ、投稿できる写真はめっちゃあるけど、その中から自分が載せたい、これはインスタに載せたいって思えるか、思える投稿というか思える写真がどれぐらいあるか問題ですね。あとはそういうやつはメールとか、まあいろいろ使うって感じで、普通に何も気にせずにもうインスタ投稿しようみたいな、多分普通に、さら自分のこだわりじゃなく普通に他のメンバーとかで考えて載せるってなったら全然載せれるぐらいの量もうめっちゃある。インスタはこだわりたいんで、さ、写真とかもさ、そんなめっちゃ残しときたい派ではないけん、消すよ。全然ちゃんと写真の整理をしてます。これ送ろう、メールで送ろうと思って送ってないやついっぱいあるから。メールに送った写真でもう秒で消しとるやつとかいっぱいある。メールで送って、もうこれは送ったからいらないかなみたいな、全部が全部そうではないけど、もうこれは送ったからいらないみたいなのは全然いっぱいありますよ。まあ、言うて自分で考えたら、みんなも自分の写真だと思って考えたら、だって自分の写真じゃないですか、誰かと写っているわけでもない、自分のなんかの写真だったら、まあもうね、送ったりしたらもういいやってなるんですよ。自分で考えたらただの自分の写真だからっていう話。
そもそも取らないって。いや、じゃあそういうのがそれも仕事だと思って取ったとしていらないでしょ。カフェの写真とかはある程度残しとるけど、なんか自撮り、不意の自撮りとか、なんかそういうのは消しちゃうね。携帯の中もミニな、ミニマリスト。サザエさん、サザエさん、サザエさんは愉快だな。自分の成長記録残さないのって、いや別にさ、それはさ、もう生写真とかでよくない？なんか別に自分の携帯に残さなくてもって感じ。私不意の自撮りはいらないよ。漏れとるやつとか、なんかめっちゃ行きたいカフェで撮った写真とかは消さんけど、今試しに不意の自撮りしてみたって、ウケる。自撮り需要があります。みんなの自撮り需要は知らん。ただ自分で考えてみてっていう例え話でしょうが、みんなそもそも撮らないとかそういう話をしてるんじゃないんだよ。知っとるわ、そもそも撮らんことなんて。当たり前だろ、知っとるわ、知っとるっつーの。そうだ、マカロンがあるよね、そういえば。書いたら書くなって。マカロンもらったのに食べてなかったよね。これは大丈夫かな。また壊れちゃった。潰れちゃった。潰されちゃった。潰しちゃった。コーヒー、中はコーヒーですね。これはそうですよ。さあ、どんなにカフェに行ったとしても、どんなにカフェに行ってケーキや
パフェを食べていたとしても、私が一番テンション上がるものはマカロンに変わりない。これはちっちゃい頃から変わってない。いろいろと味覚は変わってきてますが、マカロンはが一番好きです。じゃん、これは何味でしょう。いちごかな。なんかマシュマロが挟まっとる。マシュマロあんま好きじゃない。キャー。ん？ベリーっぽい。ん？うん、ほんのりベリー。強調のひどい、すごいベリーではなくて程よいベリーです。どこのマカロンかは知らない。もらったやつだから。うっ、落ちた。どこのかは知らんけど、まあマカロンは基本どこのマカロンでも好きですよ。これ意外と高級店じゃない方がなんか味の癖がなくて好きやったりする。いいとこのマカロンって味の癖がちょっと強かったりする。色からくる感覚じゃないよこれ。本当にベリーを感じてますから。そんななんかピンクやけんベリーと思っとるじゃない。ちゃんとベリーです。たまにそういうのもあるけど、これは違う。トゥンカロン食べたいな、うん、トゥンカロンもマカロンも味的には変わりませんけど。めっちゃポロポロなる。おしゃれなオープンカフェでおしゃれな服でお茶してるイメージ合ってますかね。でももう夏はいけないよ、オープンカフェ。店内じゃないと。無理ってなる。めっちゃボロボロだった。
朝は寒い方が全然いける。寒さは我慢すればいいけど、もう暑さって限界があるやん。寒いのもあれやけど、飲み物は今日は今はお茶今は特にない、特別なティーはありません。ここにはウケる。拾われないのは僕たちのコメント力不足なんで。だって違うよ、別にその一つ一つ読まないし、視界には入っているよ。ただその一つ一つ、こんにちはこんにちは、寒いよりいいかも、そっか私は暑い方が無理かなとかそんなそんななんか全部読まないよ。私コメントを拾われるから好きみたいな、コメントを拾われるから応援する、コメントを拾われるから好き、コメント拾われないからもうモチベ下がったみたいな、そういうめんどくさい人は私のとこにはいないんです。いいんですよ、そういうところで好きになってくれる人を求めてるわけじゃないからいいんですよ。私はその飲み物はとかを答えてるから。変に全部読んでしまったら私はもう全部に対してツッコミみたいになってしまう。嘘で、そっかそうだよねとか言えないからね。例えばでしょ。サラが、じゃあ例えばツッコむとしたら。寒いのも暑いのも嫌だって、なんだそのわがままは。冬のテラスでアイスラテはいい修行でしたって、そんなの店内行け。無償の愛を求めてきた、わら何言っとるかわからんみたいな、もう全部ツッコミになる。よくわからんなと思ったら飛ばすんです。何言ってんだろう。誰がそうとかは知ったこっちゃない。誰がそうとかは知ったこっちゃないよ。そうだから好きにしてって感じ。それけコメントをせずに実はショールーム見てますとかっていう人結構おるんよ。居心地いい。そうでしょ。そうコメントあらさ、コメント読まれるか読まれんかでさ、好き、まあ読まれて嬉しいはわかるけどさ、読まれて嬉しいがいたらめんどくさいんだよ、読まれなかったみたいな。黙っとれ。ギフト投げてくれとる人以外別に有料コンテンツやないんやから黙っとれ。
配信してくれるだけでありがたいですって。ナイスボーイ、ナイスボーイ。僕はメンタル豆腐なので、どうしたら厚揚げくらいのメンタルになれますか。だって、自分はメンタルが豆腐だって思ってるからメンタルが豆腐なんですよ。自分で自分をそう思わせてるだけだから、全ては。てか厚揚げってさ、揚げてあるん？そっか、揚げ、え、そっか、あれって揚げ物？一応確かに、あれって厚揚げなんか、厚揚げって揚げ物か。ああいうのって罠だよね、グルテンフリーに見せかけて、あれみたいな。 STU ってなんでみんな毎日配信やって、配信時間も長いので。毎日配信してないよ別にみんなはしてないでしょ。私は全然2日ぶり、私はしてないです。人によるんじゃないですか。でもまあそういうもう風潮というか、周りのメンバーよくやってるしみたいな感じなんじゃない、知らんけど。配信時間長いかは知らん。それは今は長いけど、1時間の時もあれば 2、30分で終わる時もあるし、ここ何日間かは 2、30分だったんでね。その時によりけりです。2時47分、お麺豆腐揚げたもん、揚げてあるんか。でもさ、豆腐類は一番高野豆腐が好き、高野豆腐大好きです。書いたら赤くなった。あー、ではそろそろ終わろうかな。高野豆腐好きって言ったスポンジやんって言われたって、初めて聞いたその言葉幸い言ったことない。ではそろそろランキングを読もうと思います。48位、たくあんさん。24位、まささん。
13位ダイグさん、12位フクポンさん、11位リュウさん、10位 MJ さん、9位奥行さん、8位モンブランさん、7位ともゆきさん、6位バーバブさん、5位ターさん、4位マエキさん、3位ピラシさん、2位コーラさん、1位イトちゃん、ありがとうございました。それではおサボりしてた方々はお戻りください。雨ですが一日頑張りましょう。まあまた夕方に気が向けば配信するかもぐらいです。それでは終わります。今日は私もゆっくりします。バイバーイ。